お母さん、いつになったら退院できるの？ゲホゲホ、ゲホゲホ。そうだね。次の手術がうまくいくかどうか、それ次第。なんて、先生とは話してるけどね。あと一週間か、二週間か、それくらいかね。この前もそんなこと言ってたじゃん。それでも、半年も入院してるんだよ。お母さん、本当はすごく悪い病気なんじゃ。そう、そんなことないわよ。お母さんはただの水虫よ。心配いらないわ。お母さんのことより、あんたたちは自分のことを頑張ってちょうだい。あるは運動会のリレー選手に選ばれたんでしょう。B は苦手だった算数で100点を取るって約束したわよね。運動会までにはお母さん退院できる？ゲホゲホ、そうね、そうなるように頑張るわ。だったら僕、リレーで絶対に優勝してみせるよ。だからお母さんも早く良くなってね。私も勉強を頑張ってテストで絶対に100点を取ってみせるよ。だから早く元気になって退院してね、お母さん。あんたたち、ぐすん。ありがとう。こんないい子たちを持ってお母さんは幸せね。お母さん、一生懸命頑張るわ。絶対に良くなるからね。次の日。これは何のつもりかしら？あなたはこれで先生に何をしてほしいの？先生、今度の運動会のリレーで僕を優勝させてください。お願いします。だったら金額が違うだろうが。こんな3万円ポチでできるはずがねえだろうが。風俗の裏引きじゃねえんだぞ。でも先生、この前は3万円で僕をリレー選手に選んでくれたじゃないですか。この前はこの前、今度は今度だよ。いいかい？リレーで優勝させるのは簡単じゃないんだ。他の選手を全員買収するか、怪我でもさせるか。とにかく3万円ポチじゃとても無理なんだよ。最低30万円だ。最低だぞ。そんな。でもこれが僕の1ヶ月分の食費を含めた全生活費なんです。お願いします。どうかこれで許してください。うるせえバカ、そっちの事情なんて知るかよ。金がねえなら帰れ。教師は暇じゃねえんだよ。そんな。しくしくしく。お母さん B、 しくしくしく。二人とも身を削って本気で頑張っているっていうのに、それに比べて僕は一体何をやっているんだ。しく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 、えぐえぐえぐ、うぐうぐ、しくしく、えぐえぐ、しくしくしく、うわーんうわーん。お母さん B、 うわわわーん。おい、そんなに運動会で優勝したいか？ぐすんぐすん。はい、どうしてもしたいんです。そうか。実は私にも弟がいてな。ま、バカって言えばバカなやつなんだが、私と違ってまっすぐな性格をしていてな。その上、私のことをお姉ちゃんお姉ちゃんって随分と慕ってくるんだよ。そうすると私もいいお姉ちゃんでいなきゃいけないって変な責任感を感じてしまうんだよな。先生、お前もよく考えてみろ。自分を偽ることの意味についてな。それは誰のためなのか、代償は何なのか。それでもまだ私の協力が必要だと覚悟を決めたなら、その時はまた職員室に来いよ。特別に10万円ぽっきりで何とかしてやる。先生、わかりました。一晩ゆっくり考えてみます。